今回はカルタゴの内戦を解説しますね。カルタゴの対エペイロス王ピュロス戦争の後、地中海西部におけるカルタゴの勢力は衰退の一途をたどり、特に第一次ポエニ戦争では大きな痛手を被りました。紀元前241年にカルタゴはアイガテス諸島沖の海戦でローマ軍に敗れ、目の前でシチリアを完全に占領されました。カルタゴは結局3度のポエニ戦争に耐えることになりますが、ローマに敗れただけでなく3200タラントという巨額の賠償金を課せられるという屈辱を受けました。シチリアを占領された直後に、シチリア以外のカルタゴの属国で傭兵が反乱を起こし、とりわけサルディーニャでは激しい抵抗が見られました。カルタゴは反乱分子を制圧しようとしましたが、ローマが介入してカルタゴ軍を破り、サルディーニャ島とコルシカ島を占領した上、1200タラントの賠償金を要求しました。カルタゴは甚大な損害を被りましたが、紀元前146年に第3次ポエニ戦争が終結するまでは何とか持ちこたえました。今回の解説は以上となります。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。